認知症はですね、非常に日本に独特であるということもあって、認知症を予防するにはまず血圧が高いことですね、それからコレステロールが多いこと、これが非常に重要で、あと、こういう講演会とかに来ることということなんですね。で、これは僕が認知症の専門のお医者さんに聞いたり、僕自身はですね、あまり意見を言う、その科学でもそうなんですけど、言うわけじゃなくて、ここまで分かってますよっていうことなんですけど、認知症のまず第一の原因は、頭を働かせないっていうことなんですよ。これは歩かなければ足が弱くなるっていうのと一緒で、人間の体っていうのは使わなきゃダメだ。その使い方がですね、認知症の場合は、これ認知症の、先生が言っておられることなんですけども、毎日同じようなことで、難しいことはあまり役に立たないって言うんですね。毎日難しくないかじゃなくて、同じことじゃなくて違う側面からちょっと考える。ですから女の人の認知症が男性の認知症の2倍ぐらいっていうのは、男性は新聞を朝読むけども、女の人はとかく折り込み広告を見ると。そういう折り込み広告には毎日同じようなことが書いてある、とか新聞は時々 TPP になったりなんかそういうのがあるので、刺激があるというふうなことを言っておられる先生もいるんですね。ですからできるだけ毎日 の生活の中に自分の今まで知らなかったこととか、そういうことを聞いたりなんかするチャンスを作っていくっていうのが非常に重要で、認知症にならないっていうことは、非常に家族にとっても本人にとっても重要なんで、それはあれですね。あともう一つ、脳の構造ですね。脳っていうのはコレステロール、コレステロールだけじゃないですけど、コレステロールは 30% ぐらいあって、油の中に神経細胞があるわけですね。それで神経細胞っていうのは基本的には電気なんですよ。神経細胞と神経細胞を結ぶとこだけは化学物質なんですけど、あとは電気なんです。だから絶縁物質が必要で、絶縁は全部絶縁油ですからね。ですからコレステロールが低いとやっぱり認知症になりやすいわけですね。それからやっぱり血を送るためにはやっぱり血圧が大切なんで、血圧が高い方がいい。この中で言われてることは真逆じゃないですか。ですね。もうコレステロールはだけど、ことごとく1年半ぐらい前厚生労働省がそういうふうに言ったんで、今はそれの方が正しいと思いますけどね。また血圧は揺れてるけど。さあ次のだから僕の場合はですね、どういうふうに健康法、僕はよく言うんですけど、42歳まで酒も飲めなかったし、高校の時には1学期に1週間ぐらいしか行けなかったり、本当に体が弱くて、結婚した後も家内が、僕はあの頃夜中2時頃起きて、毎夜5時頃までうんうんなってるような状態だったんで、自分は長生きできないと思ってましたし、父も、僕は国彦って言うんですけど、国は二十歳まで生きればいいだろうって言ってたぐらい、虚弱体質だったわけですね。42ぐらいになってようやく普通の人と同じように、勤めもできるし、お酒も飲めるし、スポーツなんかというかゴルフぐらいもちょっとできるようになったわけですね。今はもうゴルフは物足りないからテニスとキックボクシングなんかしてますけどね。それでだから自分としては体随分そういう点では弱かったわけなんですけど、やっぱりさっきのあれですね、がんと一緒ですけど、やっぱり人間は動物なんで、美味しいものを食べる、ね、美味しいものを食べる、満腹になったら食べない、ね、でこれは難しい。 いや満腹になったら食べないって難しいんですよ。だってね、だいたい夕ご飯はご飯一杯にしとくなんて変な人いるんですよ、普通の人ね。それからお魚一匹半ぐらいがいいとか、全部頭で考えてる、はい、それで体で自分が必要な量と食べるものを決めるのはものすごい難しい今の時代、から料理屋行ったらもっと難しい。ブリが800円とかサンマ300円、そのもともと頭で考えてるのにさらに金目が入ってくる、だからそうするとね、もうむちゃくちゃな食生活になるんですよ。でそれをできるだけ、自分が食べたいものは何か、自分の食べたい量はどのくらいかっていうのをね、研ぎ澄ませていくんですよ。お酒もだから要するに何合飲めと言われてるから2合とか、休肝日を置かなきゃなんないから2日とか、これ全部僕は死ぬ方向に行くと思います。先生これ難しい話をされてますけど、要約すると、はい、したいようにしろってことですね。ねこれはね、もう世界広くあるんですが、健康診断してる人と健康診断していない人、
もう健康診断していない人の方が長寿であることもはっきりしてるんですよ。このはっきりしてるんです、これ個人差どうしてですか。あ、もちろんあの体が求める声に従えと健康を保とうというふうな意識が自分にストレスをかけるからですよ。毎日ご飯は一杯にしよう、魚と肉と野菜がなきゃダメだからそれを揃えようとか指示をそれ考えてるわけですよ。それは極端に言えばね、早く死にたいな早く死にたいなっつってんのと一緒なんですよ。いや長生きしたいなと思ってるんですよ。長生きってのは死を意識してるから長生きっていう概念が生じるんです。だから長生きっていう概念の裏には必ず死という概念がありますから、だからいつも死を毎日意識して生きてるようなものなんですよ。だから我々はですね、本当に健康というものをどう考えればいいかっていうのが難しい、そこが一番難しいところですね。検診とかだからがん検診 100% なんかしたらダメだってことですか。ああそうそう、そこに行きます。がん検診は僕はがんセンターの所長さんと対談した時に、はい、公の場でがんセンターの理事長さんね、国立の、はい、それにね、先生やっぱりがんは早期発見が大切だから、ね、検診は受けといた方がいいでしょうねとこう言ったんですよ、はい、そしたら理事長が何つったかった、いやそうとも言えませんって言うんです。やっぱり理事長ともなるとね、やっぱり肝が座ってんですよ。その人は、まあ、特に肝が座ってるって言ったけど、はい、要するにねこう言いました、その時、分かってから治療するがんはゆっくりしか進行しませんね。ゆっくりしか進行しないがんはちょっと体の調子が悪いぐらいでも分かるし、2年か3年に一遍ぐらいちょっとおかしいかなっつってがんだってがんが見つかっても治ります、うん、ところがもう一つ死ぬがんはこういきますと、この時は1年に一遍では通常はダメですって言うんですよ。で、あ、だからこのこういうふうに行く時にたまたま1年一遍の診断が、いやこれがまたねさらにその先生素晴らしいんだけどね、あまりに早すぎるとがんが小さくて見つかりませんと、うん、大きいと間に合いません。じゃあ本当にその人が早く進行するがんのちょうどいいとこで見つかる確率はほとんどありませんって言うんです。ないんですか。いやそう言ったんだ。で僕はねそれはもうこの話はもう公のところでやったから他の人にもちろん言ってんだけど、いやもうほんと素晴らしい。だからの北斗さんかなんかだったか、1年に2回検診してるけど見つからなかったって言ってるでしょ、うん、ああいうのはみんなそうなんですね、うん、ですからあのもちろん検診したら悪いってことはないんですよ。もちろん検診したら悪いことはないんだけど、検診したからがんが防げるかっていうとそういうがんの性質から言って、うん、で僕はあのまあ50歳から健康診断はもちろんしないわけですよ、うん、でまあできるだけそういうことから離れて、自分が僕は肉を食べて魚じゃなくて酒飲むの好きだからできるだけそれでやると、うんね、寝がけに食ったらいけないなんて全然関係なく食うと、野菜なんかななウサギは食うけど猿は食わないんだから食わないと、で勝手にやってはいるわけですよ。だけどそれは僕の一例であって、はい、万人に聞くかどうか分かりませんし、うん、まあ、明日の新聞よく見て僕の死亡広告が出てるから極端な話をまあまあまあじゃ あそれから TPP についてはですね、須田さんがご意見あるかもしれないですけど、私はですよ、私は TPP は全然日本の医療を破壊することにはならないと思います。その混合診療が認められるとかいろんな個別のことありますけどね、あ、日本の医療ってのはそんなもんじゃないし強いですよ、ええ、僕はね全然そういう点ではね、もう日本という国にものすごく信頼感があって、中国なんか全然もというよりももう TPP 崩壊しますから、まあ、TPP 崩壊しますあまり TPP の議論してもあまり意味がないのかな。あ、そう、あの、アメリカ僕は技術をずっとやってきたと思うんで、日本の技術者って中国の技術者と比べたら全く質が違う、うん、だからもう全然中国がいくらやったってね真似事はできるけども、それは中国を別に蔑視してんじゃなくてビジネスでは中国の果敢だから、うん、だけどあの技術はねもうレベルが違う、もう全然確かにそう、うん、だからね、あのもう全然あの日本の技術なんてのは中国には脅威じゃありませんし、日本の文化ね、例えば、まあ、あの自動販売機とか、シャワー、あのトイレットのシャワーとか全部どんなもんでも非常に精密に、このエレベーターもそうですけど揺れもしないですよ。あれ全部日本の技術者なんですけど、日本の技術者とか日本のこう反物なんか作る人とかそういう人がやっぱりその伝統が持ち込まれているわけですよね。ですからそんなね日本の文化が容易に崩れるなんてことはあの僕は医療についてもないと。
まあね、だから作って携帯電話作ったらね、手榴弾と同じように爆発するし、もう洗濯機が爆発するとか、そういうもうなんかもうトム&ジェリーみたいな世界ですよね。中国とか韓国その方が人生楽しいかもしれない。全然楽しくないですよ。危ないです。される側にとったら全然まともじゃないですから。ただ英語教育やるとダメなんですよ。英語教育やると。英語教育やるとダメなんです。脳の中で言語領域とそういったメカとか電気とかいう領域が競合するんです。だからあの語学が強くなるとその電気とか機械弱くなるんです、うん、これが一般的に分かるのが女性が語学が強いので電気機械が分かんなくて、電気機械が得意な男性が無口だっていうのとか今の現象なんです。これは別に性差とか性差別とかそういう問題じゃなくて、もともと脳の構造がこう競合してるんですよ。こうだから僕は日本人に英語教育をしたら日本は工業がダメになるっつってるわけ。なんか分かったような分かってない、私もちょっとよくあれですけどそうなんですか。そう、僕は絶対そうなると思いますね。